ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。あなた何様？ゆりか様。ということで皆さん、まあ、緊急でちょっと動画回してるんですけど、ちょっと待って、今ね、何が起こった？ちょっと待って、今何月？1月7日、1月7日、出産から？出産から何人？嘘でしょ？出産から何ヶ月？ちょっと待って。ピオログじゃなくて、なんだっけ？月10日アプリどうしたっけ？違う、10月27から計算すればいいんだよね。ちょっと待って。2ヶ月、待って、2ヶ月で生理って来る？マジで？いや、なんか、オロっていうのが、産後から何ヶ月間も続くんですよ。で、オロっていうのは、まあ、生理みたいなものなんですけど、オロとは。オロとは、分別後の、もう漢字が読めないじゃん、漢字。オロっていうのは、まあ、生理のように子宮内膜が剥がれ落ちるだけでなくて、出産で傷ついた内側からの分泌物や排出しきれなかった胎盤の一部が、まあ、出るんですけど、割とオロが長くて、私本当に、まあ、今もずっと続いてたんですけど、ちょくちょくで1回待って、これ生理来たって思ったのが1ヶ月半ぐらいだったんですけど、それはなんかオロのまだ残ったものだったたんですよ、先生に聞いたら。だけどもう今2ヶ月ちょっとなんですけど、血の量が、ごめんなさい、お食事の方とか男性の方は本当ちょっと不快に思ってしまう動画なんですけど、もう完全に生理の血、生理1日目2日目の血なんですけど、昨日からちょっと怪しいなと思ったんですけど、でも量的に完全にオロではないってなると、もう子供産めるよってこと？そうなの？ちょっと待って。産後生理、そんな早く来るものなの？ね、びっくりじゃない？生理いつから？一般的に初めから授乳をしていない場合、産後4から8週間後に生理が始まる。4？ 生後4から8？生後4から8って、ちょっと待って、何ヶ月？完全または混合であればさらに遅れて、あ、うちはほぼミルクだからか。甘味だと生理が早く来るってこと？授乳してるとめっちゃ遅くなるってことなんだ。産後初めての生理はいつから始まりますか？産後生理はいつ復活したか？3ヶ月までが最も多く。マジで？いいってか、待って、生理になると母乳が出なくなりますか？そんなことはないけど、減る場合もあるんだ。そうなんだ。ちょっとなんかいいのか悪いのかちょっとびっくりなんだけど、私生理痛が結構重い人なんですよ。だけど昨日から生理始まったとしても、今2日目だか1日目か分かんないぐらいなんですけど、体調はマジで全然平気なんで、そこはちょっと違和感があるんですよね。オロだとしても、ちょっとオロにしてはこんな、もう終わりかけでこの量とこの色って感じなので、多分生理始まってきたと思うんですけど、産後の生理と妊娠前の生理って体調変わったりするのかな？Google 先生、産後生理、体調、産後と産前、産前、産後の前って何て言うの？産前、産後、産前、産前、産後。ちょっとコメントなんでちょっと教えてほしいんですけど、軽くなったならぶっちゃけ嬉しい。その血がただ出るだけだったら余裕じゃないですか。血も出るし、体調もすごい悪い、お腹も痛い、薬飲まないとやっていけないっていう感じだったんですけど、今私はただ血が出てるだけなら元気、それは別にいいんですけど、ちょっと動揺してとりあえず緊急で回した。マジかー、でもマジかー、でもマジかー、そうかー。
もう子供を産める体ってことですよね。なんか生理来たら子供もう準備 OK っていうことって聞いたことあるから、人間の体ってすげえなー。いや赤ちゃんできてる時も思うんですよ、その私は赤ちゃんをまだ育てたこともないのに、お腹の中で勝手に細胞とかが全て赤ちゃんの栄養を作ったりとか運んだりとか、体が勝手にするわけじゃないですか。したこともない、頭ではさ、もう乳瓶のあげ方も、ミルク、おむつのあげ方もさ、何も分かんないのに、体もさ、それを細胞が知ってるからさ、赤ちゃんをこう大きくお腹の中で育てたりとかするじゃないですか。もうそういうなんか神秘的すぎて、もう本当にすごいなって思っちゃう。どこでそれを体は知ったのみたいな、もともとの。もう本当混乱してる、大丈夫かな。とりあえず今私はこの動画なんかまとまってないけど、産後2ヶ月ちょっとで生理が来たことに本当に動揺している。昨日からも生理と認めたくなかったけど、これは完全に生理だ。はあ、マジか。だから授乳をね、完全に母乳で育ててる人は遅くなるらしいんだけど、いやーびっくりだ、本当にびっくり、すごっていう感じの動画でした。ちょっと皆さんのはどうだったか超気になるので、よかったらコメント欄で教えてください。体調が産後の生理は軽くなった人、それとも重くなった人もいるのかどうかちょっと気になるので、ぜひコメント欄で教えていただけたら嬉しいです。教えてみんな。え、病気じゃないよね、病気ではないよ、大丈夫だ、それは大丈夫。ちょっと今度病院行ったら聞いてみよう。で、皆さん今日の動画も最後まで見てくださってありがとうございました。嬉しかったらチャンネル登録、グッドボタン、そして各 SNS のフォローもお忘れなく。バイバーイ。